並行してリニューアルされた二股川駅の駅舎を北側より撮影ジョイネステラス二股川は神奈川県横浜市日区の総鉄線二股川駅に直結する商業施設総鉄ビルマネジメントが運営2018年4月27日開業二股川駅南口にかつて存在した駅ビル二股川グリーングリーンの跡地などにおける 再開発事業として2015年3月の着工後、商業、業務棟、住宅棟、交通広場棟、駐車場棟からなる複合施設、コープは二股川が2018年3月に完成。ジョイネステラス二股川は、同施設内商業棟、ジョイナステラス1と、駅舎ビル内商業エリア、ジョイナステラス2の2つの建物で構成され、計84店舗が入る。 商業施設として2018年4月27日にグランドオープンを迎えた。なお、この時点で工事中であった駅コンコースと接続するジョイナステラス2の2階部分については、同年11月7日に開業している。また、同駅北口の駅ビル、二股川相鉄ライフとともに、相鉄ビルマネジメントが一体運営を行っている。上記の再開発事業に合わせて、 二股川駅の駅舎についても、総鉄グループが進めているデザインブランドアッププロジェクトに基づき、グレーを基調色にレンガ調のデザインが施されるなど大幅リニューアルを実施しており、ジョイナステラス1とジョイナステラス2間の通路上には、テントキジ様の大屋根で覆われた2階から4階までの吹き抜け空間が形成されている。一方、駅舎のシックな外観。 内部デザインに対して、当施設の内装には、暖かみのある木の素材などが多く使用されている。なお、施設名称は、横浜駅の駅ビル、地下街、相鉄、ジョイナスに由来しているが、相鉄グループでは同様の大型施設を目指しているわけではなく、二股川駅は、相鉄線の都心直通プロジェクトを見据えた上で沿線の戦略的拠点駅でもあるため、 地域社会に根ざした中核施設としていく方針である。スーパーマーケット、相鉄路線の大型店舗各テナントとして、ファッション、雑貨店、飲食店、食料品店など様々なテナントが入居しており、開業時点のテナント数は、ジョイナステラス1は52店舗、ジョイナステラス2は32店舗の計84店舗となっている。 ジョイナステラス1では2階のファッション、服飾雑貨店、NI、白が全国初出店、同階の精肉店、コシズカや3階のカフェソラーレ紬などが県内初出店、5階に出店した熊沢書店は全国初のカフェ併設店舗となっている。一方、ジョイナステラス2では4階のレストランカフェフロア、テラスダイニングにおいて、XX キッチンが県内初出店、 また、相鉄線横浜駅構内にある星のうどんの新業態として、星のうどん庵、千山グループの新業態として、三代目、網本丸浜が、いずれも初出店している。このほか、2018年11月に開業した、ジョイナステラス2の2階改札前エリアでは、和食店、七屋と、カフェバー、エキテリアプロントが、全国初出店、文具、雑貨店、 ザ・リブレット・ステーションが関東初出店となっている。なお、入会金、年会費無料のポイントカードとして、横浜駅の駅ビル、地下街、相鉄ジョイナスや北口の駅ビル、二股川相鉄ライフと共通で使用できる、ジョイナスポイントカードが導入されている。詳細は公式サイト、フロアガイドを参照のこと。ジョイナステラス1及びには2から4階の各階で、 連絡通路により接続されており、2階では二股川駅コンコースとも接続している。また、南口の地上部は、ジョイナステラス1の3階部分にあたり、交通広場も同階に置かれている。なお、ジョイナステラス1の5階にある認可保育園、太陽の子二股川駅保育園には、同階の他のフロアからは、直接入れないようになっている。 フロアギャラリー詳細は公式サイト、営業時間、施設案内を参照のこと。詳細は公式サイト、アクセス、駐車場を参照のこと。ありがとうございます。